よろしく発表させていただきます、短編部門観客賞歩けない僕らは佐藤拓磨監督です。おめでとうございます。佐藤拓磨監督どうぞ壇上へお借りください。どうぞお進みください。短編部門観客賞に輝いたのは歩けない僕らは佐藤拓磨監督でいらっしゃいます。おめでとうございます。どうぞ壇上にお上がりください。それではジェイソン・グレイさんから東京都トロフィー、そして埼玉経済同友会より埼玉県産品が贈られます。おめでとうございます。それでは審査員のジェイソン・グレイさん、お祝いのお言葉を一言お願いいたします。おめでとうございます。佐藤監督の、長編作品を見るのを楽しみにしています。頑張ってください。それでは佐藤監督、喜びのコメントをどうぞ。歩けない僕らを監督しました佐藤です。ありがとうございます。席が中ほどの方でしたので、ちょっと受賞はないと勝手に思っていたので、そしてこの歩けない僕らという作品は、回復期リハビリテーション病院を舞台に、突然脳梗塞や脳卒中になってしまったような方々が、突然歩けなくなってしまった方々の物語なんですけれども、やっぱりずっと脚本を書いていく中で、歩ける自分がこの映画を撮る意味みたいなものはずっと考えていまして、1年弱取材に通わせていただいたり、お話を聞いたりしたんですけれども、正直撮影中も、今回上映する直前まで本当にその思いっていうものはずっと消えなくて、ただ今回上映させていただいて、その後、観客の皆様からご質問だったり、ご感想をいただいたことで、何か自分も、この映画に対する、向き合い方がなんか一歩前に進めたような気がして、やっぱり初めて、お客様に見ていただいて映画になるんだなっていうことはこの映画祭で、感じました。そしてこのような、この映画祭のスタッフの皆様には、そのような機会をいただいて、また期間中も、温かく迎えていただいて、本当に感謝しています。そうですね、またこの映画祭に帰ってこれるように、自分自身、面白い脚本を書いて、また帰ってこれるように精進します。本日はありがとうございました。おめでとうございます。短編部門